シャルル。シャルル、1433年11月10日から1477年1月5日は、バロア・ブルゴーニュ家の事実上最後のブルゴーニュ公、在位、1467年から1477年。シャルルル・テメレール・シャルル・ユータン公、ゴータン公、ムテッポ公、突進校、諸突公、軽卒公などとも訳されるが、二つ子のニュアンスとしては、 無謀な君主といった部別的な意味アイジーと呼ばれる。果たして彼は戦場に散り、ブルゴーニュの称号そのものは後代にも継承されたが、バロアーサ、フランス王国とも互角以上に渡り合うほどの栄華を誇った、ブルゴーニュ国は、シャルルの死と共に崩壊した。フィリップ三世、全領公と、ポルトガル王女アン一世の娘、イザベルの間の三男として生まれる。 兄二人は養成して唯一残った男子であったため、父が1467年に死去すると行為を継承した。翌1468年にイングランド王エドワード4世の妹マーガレット、マルグリットを3番目の妻として迎えた。フランス王国の統一を進めていたルイ11世に対抗する国内最大の君公で、ウルゴーニュ公の本領、ウルゴーニュ伯領、 フランシュコンテの他に、リエージュ市教領の支配権を獲得し、ネーデルラントを支配した。豪奢な宮廷生活を営みつつ、国内の独立貴族を連合して、ルイ十一世に対抗する公益同盟を結成して、三度戦いその都度、フランス王軍を圧倒した。1473年には、周囲のロレーヌ・ピカルディを攻略し、要塞を引き渡させ、自由通行を認めさせた。 しかし1476年、フランス王に雇われたスイス傭兵にグランソン、ムルテンで破られ、さらに、ロレーヌコールネ二世と交戦中に、ナンシーの戦いで戦死した。彼に、男子はおらず、一人娘のマリーが、後の神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世と結婚したため、ネーデルラントは、ハプスブルク家領となった。シャルルは、歴代のブルゴーニュ公が追求した。 反フランスとマース側、モーゼル側の間にある全領域を手に入れるという目的を継承し、フランスを無力にするためにスペインとなりのトラスタマラ家と同盟する。オリビエド・ラ・マルシュによると、シャルル自身の究極の目的は、その他の君主たちのリーダーとなって、不審者政党に出発することという理想的だが、漠然としたものであった。シャルルの野心は、ハプスブルク家を乗っ取り、 神聖ローマ皇帝に即位することだったと言われている。そのために皇帝フリードリヒ三世と着難マクシミリアンを豪華な宴席に招き、マリーとの縁談とローマ王、次期神聖ローマ皇帝への推挙を持ちかけるが、皇帝は息子と共に返答を避けて蓄転し、以後その人生は水運へと傾いた。その思いは彼の名を受け継いだ孫カール五世。 スペインをオーカルロス一世と同一人物によって実現することになった。現実的な計算や建設的な思案に向かず、情熱と使命感の赴くまま破滅に突き進んだ彼の生涯は、公益のための真実かつ大胆の投資として判例となり、年代記作家のフィリップ・ド・コミ・ーヌやジョルジュ・シャトランの筆によって記憶された。歴史家のヨハン・ホイジンガは、主張、中世の秋や、 その他で、このシャルルについて何度も言及している。シャルルは、自らが継承した、巨大だが分断された領土を、統一拡大するためには、フランス王を打倒する必要があると考え、そのために、当時の全てにおいて、最高の兵を雇い入れた。イタリア洋兵からは、重装機兵と土兵、手重兵、槍兵を、イングランドからは機上長級兵を、フランドルの家臣からは、 槍兵を集めた。兵たちは赤い製アンデレの十字架をつけた青と白の制服を身につけ、系統化された軍機と槍旗を持っていた。1471年からは、軍の配置を説明する直例が毎年出されている。そして、シャルルは異なる兵科を組み合わせて、それぞれが別の兵を支援できるように編成した。このため、槍兵は、旧兵と組み合わせて手銃兵に支援され、 気上級兵は、騎兵と共に行動して、突撃しているという攻撃が可能になった。また、1453年のカスティオンの戦いを参考に、効果的な野戦砲の開発を支援した結果、ファルコン砲と呼ばれる車輪付きの方針の長い砲を大量に導入することに成功した。シャルルの構想した軍隊は150年後のテルシオや、マウリッツ・ファン・ナッサウ、スウェーデンをグスタフ2世。 アドルフの軍政に先駆けるものであったが、複雑な諸兵化連合と野戦法の組み合わせは、軍の完全な協調が求められることなど、この時代の情報、通信技術や兵舘などの基礎的なインフラの限界もあって、実際の運用には障害となる問題が多かった。さらに、長大なパイクで武装した1万から2万人を数える。 スイス傭兵の大規模な隊列に対抗できるほどの槍兵は持たなかったことがシャルル軍の致命的な弱点となった。シャルルは後位継承以前に2度、継承後に1度、合わせて3度を結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。